今回紹介するのは、臨死体験で明かされる宇宙の遺言という本です。ロングセラー、臨死体験が教えてくれた宇宙の仕組みから2年、待望の新刊書き下し観光、臨死体験はありませんが、走馬灯は見たことはあります。事故に遭う直前に、あのスローモーションになる、あれですね、スローモーションになっても体は動いてくれませんでした。で 臨時体験なんですけど大変興味深いですですがそれは宇宙は関係あるのでしょうか脳が作り出した風景なのではと思ってしまう人は何かと大きなものに当てはめようとしますがそれはとてもわいな精神を持っているからかなと思います本自体はとても面白く読ませていただきましたこういう考えもあるんだなぁ としかし私の心を揺るがすほどではありませんでした。以上。興味のある方は実際の商品を Amazon などでご確認ください。今回は最後までお付き合いありがとうございました。よかったらチャンネル登録をお願いいたします。